椅子下げたらやばいね。どんだけ下げる？いや。こうした。うん。庄司さんスクショありがとうございます。しゅうかちゃん1個目だよ。ありがとう。しゅうかちゃんこんばんは。ハッピーさんもこんばんは。来てくれてありがとうございます。のりおさん3番目です。のりおさん3番目。とかさん、うん、かわいいってありがとうございます。あやばさん、よーって、よーよー。ハッピー、あー、ハッピーさん、ハート、ひとかさん、キャンディー、ありがとうございます。ありがとう。とかさん、早着替え。そうです、母の力を使って早着替え。とかさん、キャンディー、ありがとう。とくたらさん、こんばんは、浴衣かわいいです。ありがとうございます。ハッピーさんもハート、とかさんもキャンディー、ありがとう。のりおさん、なら、潜ろっと。え、なんで？なんでとかで。3番目だったら潜るの？ハッピンさん、徳太郎さん、サクさん、ハートありがとうございます。シューカちゃん、スクショー。ハッピンさん、シェアもありがとうございます。あやおさんもハートありがとう。ノブさん、おー、絞り、絞りに見えるんだけど、これはね、プリントなんです、実は。かわいいでしょ？そうそうそう。ノブさん、そうです。あやばさん、くー、かわいい、癒し、病気治りそうって、イェーイ、治れ治れ。ノブさん、かわいいっつって、ありがとうございます。ありがとう。ハッピーさん、キャンディアル、あゆおさん来たよってありがとうございます。ロカスさんもハートありがとう。さらばささん、ひまわり、そうひまわり、夏、ザ夏ということでひまわりを、そう、しゅうかちゃんかわいいですってありがとうございます。あゆおさん、浴衣似合ってるねってありがとうございます。え、みんな今までの中でどれが一番好きですか？ルリちゃん、テストで古典と書道クラスで1位。すごい、ルリちゃんおめでとうございます。1位、すごいね。あらら、素晴らしいわ。相葉さん、ナスポテト。そう、ノブさん、ナスポテト。そう、ナスといえば、ナスポテト。ポテト好きにはたまらないです。宮古先生、爆笑。ナスっぽい。さらばさん、スクショありがとうございます。OK さん。あ、タカさん、どんな浴衣の着こなす？リョーコさん、素敵なダイヤのリング。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。ありがとう。OK さん、素早い。ひまわり、ナスポテトを食べたい。美味しいですよね。大好き。さらばさん、シェアありがとうございます。ハッピーさん、リョーコさん、後ろ。何？後ろ？風鈴。あ、そう、風鈴です、風鈴です。ちーくん、こんばんは、来てくれてありがとう。ひろさん、おー、浴衣似合うって、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとう。シャレマンさん、フォローありがとうございます。ありがとう。ねえ、たかさん、ダイエンのリングありがとうございます。たかさん、夏ポテトで市民プロの底力見せてやれ。どういうこと、どういうこととか。ちょっと待ってね、ポジショニングが、よいしょ。ちょっと待ってよ。ソロ君、何やってるの？やめなさい。ちょっと先に、まずは皆さんにこれを、じゃん。さっき羊羹はあった話があったんですが、私実は羊羹です。水羊羹用意しております。シェイ君、今日ショーコに目隠しされて音楽聴いてってって言われて、目隠し外したら目の前がディズニーでした。はぁ、やばくない？はぁ、はぁ、すごすぎてびっくり。マジか、すごい。いいなぁ、なんかいいなぁ。なんかもうさ、羨ましすぎて嫉妬。なんだろう、こういいなぁの意味でね。にゃんこ先生、りほこちん、言い方冷たい。え、何の言い方？何？何て言った？そうだっけ、にゃんこ先生が、ごめん、なんて言った私。ごめんね。ひとかさん、りーたん、浴衣青系似合いすぎて、ありがとう、嬉しい。ちーくん、記念日忘れてて、サプライズでやってくれましたって。おお、やっぱ女の子はそういう記念日とかね、しっかり覚えてますからね。で、のぶさん、そう、洋館でーす。たかさん、おー、涼しげな感じですね、羊羹でしょ。こういう風に竹の中に入ってるんです。小豆と栗かな、ん、栗が入ってます、こっちには。で、こっちは透明のガラス、ん、ガラスの器に白玉とあんこ、私の大好きなあんこが、粒あんとこしあんと用意されてるっていう素晴らしい状態でございますね。あやべさん、名古屋ダイヤモンドルフィンズの開幕戦は B2 から上がってきた島根スサノオマジックというチームですよ。アウェイだそうです。何、スサノオマジックってすごい変わった名前だね。
ね、相葉さん美味しそうって、美味しそうでしょ。ちょっと下の方にこう向けまして、これを下げて、見えるかな、見えないね、ちょっと待ってね、よいしょ、見えるかしら、どうだろう、ちょっと待ってね。りかこちゃん、またまたこんばんは、よしと見てます。りかこちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。ちーくん、しかも目隠しされた時に寝巻きでして、服も用意してくれてました、おそろの服。準備がすごいね、女子力高いわ、めっちゃいいじゃん、羨ましいんですけど。おそろいいな、ペアルックじゃん、いいな。りんさん、りんちゃんただいまお帰り、髪型かわいいねって、浴衣とひまわりの質感もいいって、ありがとうございます、嬉しいです。髪型は双子の姉がやりました。OK さん、やっぱりどっちもあんこやって、そうだよあんこだよ。あやばさん、抹茶でシミ気をつけます。みーさん、ハートありがとうございます。そう、ちょっとね、最近はねバタバタしてて、お仕事の後に茶道にあんま行けてないんですけど、タカさん、和菓子はゼロカロリー、和菓子はめちゃくちゃカロリー高いから気をつけて、みんな。相葉さん、抹茶で染みつけ配信、染みつかないように気をつけてやる配信。ナブさん、抹茶羊羹最高の私服って、そうなんです、美味しいよね、涼しいし夏にぴったりな、お菓子ですね。タツさん、ハートありがとうございます。リカ子とヨッシーが、リカ子にだけかって言ってます。え、何がここにだけかって、あ、リカ子ちゃんって言ってるからか、あ、そっか、ヨッシーだめてますってリカ子ちゃんだけに言ってるからか、ヨッシーリカ子じゃんってそうそうそう、ビビ君、2枠目リホッチって、そうです、ちょっと1枠目が短かったんですけど、2枠目始めてります。OK さん、和菓子の CM 収録中ですか、違う違う違う、涼んでください皆さん、ビビ君爽やかな感じでいいねって、ありがとうございます。あやまさんもハートありがとう。ということで、お茶を入れたら、これでいつも茶筅、これ茶筅っていうんですけど、茶筅にもういつもはちゃんとここにね、お抹茶を入れて、ちゃんとお釜からお湯を入れて立てるんですけど、ちょっと今日は簡易的ということで、もうすでにお抹茶とお茶を、あ、お水、お湯を入れております。ちょっと待ってね、シーク今変えてきました。おー、誰が撮ったのこれ、すごーい。はい、何、影だけで撮るのね、背景っていうか、影じゃないか、バックシレットっていうんですか、ラブラブかい、ごつんこしてるじゃん、ごつんこ。だってOK さん、ハートありがとう。ちーくん、ショコがしかも行き帰り運転してくれて、やっぱり俺は2はショコしかいないって思いましたって。運転もしてくれたんだね、すごいじゃん。アートさんフォロー、ナギさんもフォロー、ナギちゃんフォローありがとうございます。 OK さんもハートありがとう。ちょっと一瞬待って待って、何、ちょっとこっちおまじ入ります。おまじここで、怖い怖い怖い、ありがとうございます、ありがとうございます。気になっちゃって、なるほどね、ありがとうございます。 OK さんもハートありがとうございます。今ちょっと髪の毛直してます。クラリンチョ変えました。こっちは大丈夫じゃない、はい、大丈夫じゃないとか、はい、ということでお抹茶を立てたいと思います。久々すぎてちょっとこの高さだとやりにくいな。ちーくん、今日もしょうこの家に泊まってます。しょうこお風呂行きましたって。あ、しょうこちゃんは今いないのね、なるほどね。しょうこちゃんお疲れ様ですよ、運転とかさ。なぎさんのサボアカだね、この、なぎちゃんサブアカあるの？みんさん、サチさんプロみたい。サチはね、結構手先が器用なんで、そういうのできるんですよ。りかこちゃん、りほこさんすごい、抹茶飲めるなんて、私は抹茶飲めない。あ、抹茶飲めないですか？意外、美味しいよ、でも抹茶。ちょっと。こう、見えます？皆さん。立ててる。高さがね、いるよね、これ。高さがいる。大変だよ、これ。いつももっと低い位置でやるから、あんま立てて飛ぶの嫌だから。しゅうちゃんこんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。もうすでにね、お抹茶混ざってるんで、あんまり立てなくても大丈夫かもしれない。よいしょ、最後にの字を書いてこう置くんですよ、置くんですよとか言って、
ひとかささっきなぎさん配信で言ってたから、あ、そうなんだ、知らんかった。みゃこさん初見です、こんばんは、浴衣似合ってるって、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとう。ゆうくん、さちさんは手だけが器用、りほっちは、あ、やっぱ聞かなくていいよ、やめなさい、そういうこと言うの。みゃこさんハートありがとうございます、あいこさんもハートありがとうございます、皆さんもありがとうございます、嬉しいです。ということで、お抹茶飲むときは、時計回りに3回回します。それでから飲む。おけさん定期ありがとうございます。それ飲んだ後ね。みーさん、茶道習ってるんだねって知らなかった。あのね、習ってるんですけど、ちょっとここ最近1ヶ月半ぐらいは行けてないんですよね、お仕事が忙しくて。まさきさんハートありがとう。なぶさん、お抹茶の器ってなんで回すの。なんかね、あの正面、あの器に絵柄がついてて、ちょっとこれは正面がわかんないんだけど、器にもこう、なんだろう、絵があって、絵の一番真ん中のところを外して飲まないと失礼に当たるみたいなのがあって、ずらして飲むんですよ。こうど真ん中を飲んじゃいけないっていう感じね。うん、おいしい、おいしいとかで、ね、はあはあ、おけさん、なぎなぎとは別人の方のようですよ。あ、違うんかい。多分なぎちゃんだったらあれですよね、あのりほこさんって言ってくれるはず、多分。シュ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 と、ちょっと待ってね、待ってね、ちょっと待ってよ。まさきさんか。りほこさん素敵、髪アップもナイスでした、ありがとうございます。皆さんアップの髪型が好きなんですね、意外と。ねえねえとか言って、知らなかった。あいとかさん、キャンディありがとうございます。りほこさん絞り柄で素敵です。そう、これね、絞ったように見えるだけで絞ってはないんです、本当は。とかさん、キャンディありがとうございます、ありがとう。なぎさん、なぎさん違いだよ。あ、じゃあ違うなぎなぎさん、フォローありがとうございます。なぎさんって方がたくさんいらっしゃってですね。ちょっと。のぶさん、キャンディありがとう。のぶさん、キャンディありがとうございます。みんなありがとう。あ、ありがとうございます。富山くん、抹茶りほこ、スコ。スコって何？のぶさん、キャンディストップ、ありがとう。チーク、夜になってシンデレラ城の前でプレゼントしてくれて、手紙読んでくれて泣いちゃいました。すごいね。ノブさん、キャンディーありがとう。もうプロポーズ並みじゃん。ノブさん、キャンディーありがとうございます。なに、どうしたどうした、食べる、これ、これ食べる、これ食べる、え、ノブさん、キャンディーありがとう。ノブさん、ありがとうございます。リカコちゃん、ヨッシーがピーマンのエキスに見えるって言ってます。違うわ。ノブさん、キャンディーありがとうございます。チー君、プレゼントはナイキのエアーマックくれました。あー、エアージョーダン、あ、マック、エアーマック、靴かな。とかさん、あれ違ったんだ、何が違った、お抹茶のことですか。あ、なぎちゃんじゃないです、なげなぎ違うみたい。ビビ君、すごいな、いろんな世界があるのね、パッとやってパッと飲みたいやって。昔の人たちはね、パッとやってパッと飲むんじゃないみたい、違うみたい。とかさん、キャンディーありがとうございます。ということで、まずはじゃあ粒あんの方からいただこうかな。ここで笹の竹の中に粒あんのゼリーと、粒あんと栗のゼリーでございます。とかさん、キャンディありがとう。みやこさん、お抹茶という方がバッチリって、ありがとうございます。皆様もありがとうございます。ダムさん、キャンディありがとう。オーケーさん、なぎなぎは40分で配信終わる予定なので来てくれるかも。あ、なぎちゃん遊びに、嬉しいですね。なぎちゃんも忙しい方ですから。うん、甘さ2回目。うんうん、もうね、中見ると分かるんですけどね、粒あんがぎっしり下まで詰まってます。うわ、すごい、ちっちゃいからさ、なんかちょっと物足りないかなってちょっと思ったのね、見た目ね。でもすごくね、ぎっしり詰まってるから満足できるね、これ。のあさん、ハローって、こんばんは。とかさん、リータの顎から耳のライン綺麗だよね。顎から耳、ここ、ここだけ。ここですか。え、本当にありがとう。そうかな、結構エラハリさんだから、ここら
どうかな、え、ないよ、ないや、ない。トメさん、こんにちは、ウェイヨーで、こんばんは、いてくれてありがとう。みやこさん、帯は締め、そうで、ここにこの帯締めをつけると締まってすごくよく見える、背が高く見えたりとか。そうそうそう。みーさん、いや、髪下ろしてても好きだなって。おー、本当ですか。ちょっと、ね、私髪の毛が長く伸びちゃったんで、あの浴衣の時は伸ばし、あの結んだ方がいいかなと思って。みやこさん、招き猫たくさんありがとうございます。ありがとう。え、あ、えみさん、ハートありがとうございます。富山さん、デコ痛い、打ったからね、さっきね。冷やしてください。ノアさん、招き猫ありがとうございます。ノアさん、招き猫ありがとう。ノアさん、ソル君ご乱心。あ、ストッカーさんもソル君ご乱心。そうそう、さきこに吠えてました。ノアさん、招き猫たくさんありがとうございます。エミさんもハートありがとう。チー君、エアマックスです。靴、まあまあするよね。でもエアマックスって確か。みやこさん、フォローまでありがとうございます。嬉しい。あいこさん、甘いものマスター、あるよ、もちろんあるよ。トメヤさん、選手力に何も情報がなかったなんて思いもしなかったな。これな、せっかく選手力いけたのに、めっちゃ寒かったし。みやこさん、招き猫ありがとうございます。おけさん、バラバラありがとう。発生から読んだら、ラバー、いけるかな、ちょっと浮かせとくわ。はい、じゃあ、トモヤマくん、あ、相葉さん、美味しそう、あんして。オッケー。チーク、シンデレラ城の時みんなが見てました。もうプロポーズだと思われたんじゃない？逆にね。逆にね。ニャク先生今。うん。ニャク先生、招き猫。ある、ある、ある、ある。アルファエクさん、招き猫ありがとうございます。うん。こんばんは。みやこさん、フォローさせていただきます。よろしくお願いします。もちろんです。よろしくお願いします。ありがとう。ノアさん、うまそう。うまいよ。ノアさん、今の時期に栗羊羹珍しい。そうそう、栗が真ん中にドンってね、秋かと思ったら、この時期にもあるみたい。みやこさん、美味しそう。美味しいです。コチさん、ハートありがとうございます。オケさん、つぶあん大好きって。つぶあんも、こしあんも私は大好きでございます。サラバルさん、ひまわり向き変わった？え？変わってないよ。やめてよ、そういうこと言うの。まさきさん、部屋がすっかり夏色ですね。そうなんですよ。夏色といえばゆずじゃない？夏ポテト。夏ポテト。あれ夏色じゃなかったっけ？夏ポテト。あれ違ったっけ？夏ポテト。夏色じゃなかったっけ？ゆず。開けないの？あ、マスピさん、あ、マスピさん、こんばんは。なぎわくから来ます。こんばんは。タカさん、バラありがとうございます。ありがとう。反対からんだらラバー。マスピさん、ハートありがとうございます。コウジさんもハートありがとう。のりさん、さて、定期、今日も浴衣が可愛い。イエーイ。あ、ジムリさん、夏ポテトって。待って、反応するとこそこなの？ティアラ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。猫さん、招き猫。マスピさん、ハート。ノアさん、招き猫。ありがとうございます。ノアさん、リホッチはつぶあん派？コシアン派？どっちも好きなんですよ。でも、羊羹はコシアンが好きかな。みかこちゃん、ちょっと明日の用意しながら見てますって。ありがとうございます。明日の朝ご飯の用意かな、多分。忙しいね、りかこちゃんも。素晴らしいよ。アルフィングさん、ハートもありがとう。ノアさん、サチッチ。サチッチいます。エミさん、こんばんは。今日も素敵な浴衣ですね。って。二着と思って。ありがとうございます。エミさん、二着とこ見てくれたんですか。ありがとうございます。ジムさん、今日も浴衣美人のりゅうこ、シミ注意だねって。パラジュート、ありがとうございます。猫さん、招き猫も4つもありがとうございます。おお、5個も。みんなありがとう。猫さん、メイクも和装向きでいい感じ。あ、本当ですか。シンプルにしました。愛子さん、栗だけ食べたい。いや、栗もあんこも一緒に食べるんよ。あの、意外と粒あんがね、甘さ控えめで、意外と和栗の方が甘いんで、一緒に食べた方が美味しい。まさしさん、おやすみって来てくれてありがとうございます。この間おやすみってコメントくれました。
あらさやぐさんどうもこんばんは、来てくれてありがとうございます。ジムリさんもこんばんは。ポンブさんハートありがとう。のれさんお姉ちゃん久しぶりって。ふふ、何チョコ、うん、デスパさん、あずき嫌い、美味しいから。ハッピーさん、またハート集めてきたよ、だからハート200個受け取ってって。ハッピーさん、ありがとうございます、嬉しいです。ジムゲさん、さっこもいるね、おかえりおかえり。チー君、今日はショウコはいろいろしてくれたので嬉しかったです。ショウコ来たので起きますので了解です。いや、変わらずラブラブでいてください。サイマくん、洋館リホコスコね、こっちも食べていい、あの白玉のあんこの方。ジムグさんハートありがとう。タカさん、姫リホコ姫味方似合いすぎてすぞーって、ありがとうございます。トメオさん、それにさっき9割9時にレイカがブログで卒業発表、ハプラス、そうなんです、ナギちゃん、バラキャプテンが卒業なんです。カンペカンダラバーズ、ナギちゃん、ありがとう。次誰、次のキャプテン誰、なになに、どうしたどうしたってこと、あらさん、なぎなぎ配信終わって書きました、 ありがとうございます。あやこさん、意外と怖がり、私怖がりですね、あのホラー大嫌いです。あって、ハッピーさん、マンコ苦手なの、美味しいよ。ぬるさん、夏ポテト、そうです。まさきさん、夏色ポテト、さち姉さんだ、そうです、さち姉です。のあさん、リホッチ、後ろにひまわりがある、それは知ってる。怖い言い方して見ようとしたでしょ。あらさん、やぐさん、今夏ポテトがちらっと、そう、夏ポテも用意してあります、ちゃんと。ちょっと待ってよ。大石さん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。にゃこさん、特別賞応援してますって、ありがとうございます、頑張って特別賞狙いたいと思います。りかこちゃん、夏色って自転車乗り方が違反ですよね、二人乗りしてますからねって。冷静なツッコミはしちゃダメなんです。確かにね、確かにね、それはあるね。大石さん、来週木曜日、僕の誕生日23歳になりまして、あ、若い、おめでとうございます。来週木曜日、まだちょっと先ですね、了解です。またぜひ、あの、当日来てください。まさきさん、後ろにディスプレイが増えたよ。え、あ、ほんとだ、吊るしてる、わざわざ、え、なにこれ、ウケる。のりおさん、夏ポテトカーテンに貼り付けた、貼り付けられました、貼り付けられました、そうなんです、姉が、シャチがやりました。のぶさん、夏ポテが風景に馴染んでる、間違いないね、夏感がすごい出てるね、だいぶあるね。めっちゃ盛り上がってるユーズ、待ってよ、一年さん、ええなきゃいくだり坂を、みーさん、コンビニで焼き鳥だけ買って帰ってきたんだけど、スイーツも買えばよかった。最近のコンビニスイーツはね、意外とね、すごいレベル高くて美味しいんだよ、待ってね、このこしあんとこのゼリーのコラボがいいんですよね。あー、ジムリさん、バラー、ありがとうございます、本当にから読んだらラバー、あと10分かかる。バラノアさんもありがとうございます。みんなありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。みんなありがとう。ちょっとコメント読んできますね。ラブズさんもハートありがとう。ノルさん、さて報告を預け。そうですね。アルハイングさん、そしてさらに後ろのカーテンに氷ののれんをつければ完全にかき氷屋さん。確かに確かに。ね、夏かき氷始めましたってやつですよね。いやー大変。なぎちゃん、りょうこさん、でなぎちゃん来てくれてありがとう。のぶさんもカップケーキありがとうございます。のぶさん、ドーナツありがとう。みんなもありがとうございます。なぎちゃんがわざわざ来てくれましたよ。皆さんも、のぶさん、ホールケーキありがとうございます。あいこさん、和菓子あんまり食べる機会ない、なんか、なんだね、食べる機会を増やします。のぶさん、ホールケーキありがとうございます。トメヤさん、やっぱり今年の共和国は一番葵の復活が最高でしたね。1日目その青田の復活、2日目ミュージックデーの収録、3日目選手の収録、何もなし、これ白玉、白玉、リカコちゃん、君を自転車の後ろに乗せて2人乗りダメですよね。リカコちゃん、冷静冷静、めっちゃ冷静。あー、コウジさん、キャンディーありがとうございます、ありがとう。とかさ、今メリッサで靴のオーダーメイドして配信見てます。メリッサ、ポルノグラフィティ、やっぱりみんながモデルって聞いてきてます。ああ、メリッサっていう場所ね、君の手でかと思った。富山くんが、夏ポテトってどういうお菓子、ギザギザポテト、ギザギザポテトだよ、美味しいよ。ちょっと待ってね、飛んじゃった、飛んじゃった。
愛子さん、お化け屋敷のロケやったらどうするんですか。え、断ります。死んでも断ります。本当に無理。ハッピーさん、あんこは食感が苦手。え、なんで食感そんなにある。あんま食感なくない。美味しくない。ダメ。赤ずみさん、キャンディーありがとうございます。ありがとうございます。んトシさん、バラ、うん、ありがとうございます。トシさん、バラ、ありがとうございます。ハンペイクヤンデララバー。高澄さんのキャンディーたくさんありがとうございます。ありがとうございます。 NK さんもこんばんは、来てくれてありがとうございます。ジムさん、サックのセンスいいぞ。だって動いた時にね、ソルくん、ソルくんの子いたな。ソルくん、のりゆきさん、明るい色が似合うなーって、ありがとうございます。ここいるよ。トメヨさん、もしかしたら学校の文化祭のダンスでキヤヤキの最魔女クラス全員が踊れるかも。すごいね、みんなで踊るとかレベル高。ノアさん、本当にバラありがとう。愛子さん、夏ポテ、割と夏感増す存在。そうだよね、サルくんと似たような言い方にしてます。もうあの夏ポテトと一緒に色もリンクさせました。チュリくん、チュリくん、シュ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 。ノアさん、お腹すいた。ノブさん、ドーナツまでありがとうございます。カップケーキもありがとう。オーケーさん、長いファミリーのフォロー最高。あ、そうなんですよ、本当にね、みんなのフォローあってでございます。この浴衣もさっきは買ってきて、今日買ったね。ひまわりとかこういう小物たちは母が。トメさん、それもあんして。あ、これもあんする。ちょっと待ってね。ショルくん、ダメでちゅよ。ダメでちゅよ。アイコさん、あんこ好きすぎ。あ、私ですか。あんこ好きだよ、美味しいもん。全然乗らんかった。トルクも食べたいね。ナーさん、お腹すいたって。そう、すくでしょう。ミカサッカーマさん、ハートありがとうございます。ノブさん、ホールケーキありがとう。リカコちゃん、私が言ったんじゃないです、ヨッシーが言ってました。あー、二人乗りね。真面目やな。あー、ミサトちゃんだ。リオコちゃんで上運転さんが来てます。ありがとうございます。ジムさん、かわいい、かわいい、ソルくん、かわいいでしょ、ソルくん、かわいい。上運転さん、あの予選通過おめでとうございます。なかなか行けなくて、本戦は応援しに行きますので、上運転さん頑張ってください。最終日ファイティンって、皆さんありがとうございます。私は特別賞狙いでございます。のりおさん、あ、みさつちゃん、キャンディーまでありがとうございます。そんなそんな、可愛い子から応援がありがとうございます。ちょっと待ってよ。のりおさん、今日も冷やし中華始めてますって。のれん見たよ。あ、冷やし中華始めてますってのれんもあるんだ。みさつちゃん、浴衣可愛いってありがとうございます。ありがとう。ジムさん、口に食べ物入れてる時が幸せな顔だね。よく言われますね、本当に言われます。食べてる時が一番幸せ。もう太っちゃうから気をつけなきゃいけないんですけどね。サシさん、浴衣ファッションショー。そうです、ファッションショー。コウジさんもキャンディーありがとう。高泉さん、キャンディーペイツ。ありがとうございます。ちょっと待ってね。あいこさん、メリサって友達います。メリサ、メリサね、変わった名前だね。おしゃれ、メリサちゃんっていうのかな。いいね、なんか名前がおしゃれっていいね。ひできさん、ひできさん、こんばんは。ゆうこちゃん、今夜の浴衣姿も OK って、ありがとうございます。ひとかさん、キャンディありがとう。ありがとうございます、皆様。ジムリさん、ポルノのメリッサ好きだわ。ハガレンだっけか。あ、ハガレンだったっけ。君の手で切り裂いて、タラレンデラ。高澄さん、キャンディ、ひとかさんもキャンディありがとうございます。あ、コウジさん、あ、高積団長だって言ってますね。誰だ、高積さんかな。ありがとうございます。そう、高積団長来てます。トシさん、ひまわりりょうこって、イエーイ、ひまわりさんです、ひまわり。ハピさん、なぎさんに上運転さんまで来る配信はすごいよねって。あ、本当にね、恵まれてますよね、本当にね。素敵な方がたくさん来てくれるんで、本当にありがとうございます。エミさん、ソルくんって、そう、ソルくんいます。ノアさん、お、ソルくんがお色直し。そうだよ。あいこさん、白玉団子、きな粉かけたい。きな粉かけたら美味しいけど、でもさすがに水羊羹の上にきな粉はなかなか、ただただ粉が吹っ飛ぶだけな気がして怖いな。 OK さん、ソルくんペロペロ。あ、そうそう、ソルくん食べようとするんですよ、すぐに人のもの。リカコちゃん、四隅してたらコップ割ってしまいます。あー、大丈夫、ヨッシーが危ないから俺が片付けるよって言って片付けてくれてる。ただただかっこいい場面見れちゃっただけじゃないですか、それ。大丈夫ですか、怪我しちゃうから気をつけてね。大丈夫かしら、断れちゃったって、気をつけて。
手切らないように。のぶくんがソロくんめっちゃ狙ってる。ソロくんはいつも狙ってます。初夏さん今日は女優じゃなくてミスジャパンって言っておきました。やめなさいやめなさい。トシさんリュウコさん皆さん来れればまた来ます。トシさんありがとうございます。トシさんおやすみなさい。来てくれてありがとうございます。皆さんあの返信の皆さんで喋ってるやつがちょっとコメント飛んじゃっててごめんなさいね。のりさんまたねって来てくれてありがとうございます。全部忘れない。チャチャチャ。サナさんウェーイって。ノアさんソル君がなんとなくビールが似合いそう。アルコール危ないじゃん。浴衣とかで一番切ないな。あ、セイナさんだ。待って、ナギちゃんに上運転さんにセイナさんまで。リオコさんこの間応援ありがとうございます。いやいやセイナさんおめでとうございます。あの今来てくださって星野セイナさんなんですけど、あ、セイナさんなんですけど、セイナさん、セイナリカさんなんですけど、あの TGC の富山にあのランウェイ決まったんですよ。おめでとうございます。よかった。本当になんか思いがひじと伝わってきまして、本当におめでとう。違うよセイナさんが。ケイティさんファイトまでありがとうございます。そんなそんな私何もしないのにそんなそんなわざとセイナさん申し訳ない。ありがとうございます。嬉しいです。セイナさん多分 TGC あれランウェイさ、ランウェイさ LINE ライブで配信しないのかな。セイナさん採用収録は来たくてちょっとしか応援できませんがって、いやいやもう全然もう来ていただけるなんて本当にもうありがとうございます。もう気にしないで、ああ本当にありがとうございます。嬉しいです。とかさんも高澄さんもキャンディありがとう。ハント高滝さんお疲れ様です。皆さんセイナさんまで来てくれてますよ。やばいねこの枠、素敵な方がたくさん。うわーセイナトシさんお休み違うし仕事中です。あ、まだ仕事中なの。大丈夫、無理しないでね。ねえねえうどん食べてくわ。上運転さん全然大丈夫、特別賞狙いましょうって。ありがとうございます。そうなんです、毎日違う浴衣を着て配信をしました。トシさんまたねって、こんばんは、来てくれてありがとうね。本当にセイナさんブルーの浴衣とっても綺麗です。いやセイナさんありがとうございます。嬉しい。ハッピーさん剥がれんだよメリッサ。あ、そうなんだ。セイナのりおさんお姉ちゃんも色直ししないよ。高積さん仕事中なら落ちます。高積さんお仕事アジョアジョポイティーン頑張ってね。みさんダサい名前は名前負けするリスク減るからいい説あるよ。あ、なるほど。ハンチョタブタキさんキャンディーありがとうございます。ありがとう。あ、ドーナツもノアさんありがとうございます。アイブさん染み付き配信です。違うよ、つけないよ。食べてくわ明日が待ってるわ。たまたけさんキャンディーありがとうございます。ノアさんはるかもヤッホー来てくれてありがとう。のりさんこの配信美人の塊場、それなそれな得した気分でしょ皆様。ハンチョたまたけさんキャンディーありがとう。まさきさん光栄ってノリさん声太、あ、ごめんなさいごめんなさい、可愛く言えばよかったね、思わずびっくりすぎちゃってごめんなさい。皆さんありがとうございます。 あと2分、あ、本当にノリさんあと2分だ、やばいやば。セイナさん ありがとうございます。もちろんですよ、本当。ノアさんせーのって、そうそう皆さん意外と聞いてたね。ハッピーさん57分、セイナさんナウ何誰かお願いします。あー、ノアさんバラマンでありがとうございます。でもね今回は1位狙いじゃなくて特別賞狙いなので皆さんも気にされず、あの本当に皆さんお気持ちで十分なので、バラありがとうございます。みんなありがとう。どうぞやって。ハッピーさんありがとう。ちょっと私指が離せないの。ノマさんせーのっつってですよ。にゃこさんツイッターでも配信してる。せいなさんかな、多分違うかな。にゃこ先生招き猫ありがとうございます。そうそう、ノマさんもドーナツありがとう。せいなさん、そう特別賞があるんですよ。あのどんな配信をしたかっていうのを見られるのがあって、私はそれを狙っておりまして、ノアさんそうこんなに美女が集まってたら注目度ナンバーワンでしょ。ノアさんはネキネキありがとう。リカちゃんティアラーの言い方ヨッシーが爆笑してます。セイナさんがティアラーをだって、ノリオさんリカだけオイルなのしつまんないのっていいでしょ別に。ノアさんもネキネキありがとうございます。出たー、さよならさんナウーっつって、 あと1分だやばい。ノアさんバラありがとう。皆さんナウありがとう。エミさんまでバラありがとうございます。バラトシさんテディベアありがとうございます。みんなありがとう。バララバー、反対かんだラバー。皆さんテディベアもありがとうございます。カップケーキもありがとうございます。熱い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 。皆様もありがとうございます。まもなくエミさんバラ2つも、そんなそんなダメダメありがとうございます。お母さん、あ、2500人超えた、本当やった。ジムさんキャンディありがとう。のりさんさておぼこおずきて、あ、ノアさんもバラありがとうございます。皆さんありがとうございます。タカさんもバラありがとうございます。皆さんバラをたくさんありがとうございます。
マリアローズさん、おやすみって来てくれてありがとうございます。ちょっとコメント飛んじゃってるかも、大丈夫かな。マリアローズさん、浴衣かわいいねってありがとうございます。嬉しいです。浴衣配信でございます。お、なおなおなお3位ですね。終わり、皆さん終わりです。終わりです。何何何何、すごい入ってます。え、本当だ。1位と2が100万超え。すごいね。ノアさんお疲れ様にあって、ノリさん終了、ハッピーさんイベントお疲れって、ハリムさんもお疲れって、アイバさんもお疲れって、ありがとうございます。皆様ありがとう。アセルさんお疲れ様です、ありがとうございます。ノアタコさんバラもありがとう。アイコさんお疲れ様です。オーケーさん、皆さんもケイティさんも、あ、ケイティさん、ケイティさん、リオコさん笑顔が素敵でした、ありがとうございます。皆様も本当にわざわざ、私前のイベントでも皆さんにたくさんご負担をかけてしまったのに、このイベントにまで応援をたくさんありがとうございます。リオコ先生お疲れ様でしたって、アルフェルさんもイベントお疲れ様ってありがとうございます。ノアさん100万ねえ、1位と2位がすごいですね。大変大変とか言って、でも1位がコトちゃんかな、すっごい可愛い子ですよね。本当にもうなるべき方がなったと思います。本当に素晴らしい。なんだろう、他の方の配信ちょっとまだ見てないんですけど、コトちゃんだけよく上におすすめ上がってたんで見てたんですけど、すっげえ可愛いやん、この子の浴衣姿もうこれからも見たいわって思ったのりさん、ありゃまってね、ジムさん、やばいね、3位のリオから別世界だね確かに確かに、間違いない本当だね。1つの配信60万、すごいね。オーケーさん、スター素敵な言い方イベでした、ありがとうございます。てこちらこそです、皆様お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。終わったということでゆっくり食べたいと思います。食べていいよ、いいよ、いいよ、食べていいよ。白玉もあるんです。皆さんお疲れ様でした。乾杯。乾杯。ナス。食べていい。いいよ。白玉もちもち。これちょっとあんこを足すんですよ、口の中で。ここで。うまい。タコさんバラありがとうございます。もう終わったのにありがとうございます、皆様。ありがとうございます。OK さん素敵なイベント、浴衣イベありがとうございます。ハッピーさんも浴衣イベ途中から僕参加だったけど、いい配信内だったと思うよって。ハッピーさんありがとうございます。皆様も本当にありがとうございます。まさきさん3位にリホさんもすげーって、ゆっくりお食べーってありがとうございます。いやいや、皆さんがたくさん応援してくださったおかげで3位にいることができました。皆様ありがとうございます。ヨルさん、そして浴衣の次は水着かな、着ません、こんな食べてばっかで絶対着れない。トカさんで、どの浴衣をリスナープレゼント、え、あげないよ、やだよ。いや違う違う、みんなどれが良かった。私明日さ、ごちそう散歩のロケなんですけど、浴衣も着ようか悩んでましてどうしようかなって悩んでるんですよ。着るなら上が良かったかなと思って、一応ね、これこれにしようかなっていう、なんとなくのあれはあるんですけど、皆さんの意見も聞きたいなと思って、やっぱり見るのは視聴者の方は皆さんですから、に合わせた浴衣にしたいんですけど、だから私ね、浴衣イベントは今日で終わりなんですけど、明日もロケで浴衣を着るというどんだけ浴衣着んねんみたいな感じなんですけどノアさん、あーってセイナさん、後ろにポテトが吊るされていた、そう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 、夏ポテトですそうなんですよ。オーケーさん、あーってセイナさん、出た手作りですか、これ買ったんですよ、これとこれ、もうこういう風に竹に入ったりとか、これもガラスの器に最初から入ってて、さすがに作らないんですけど、そう、買いました。そう、美味しかったです。愛子さん、ポンデリングに醤油かけると輪になるらしいですよ。えー、美味しいの、美味しそう、でも食べてみたい。ゆうさん一気に伺えた、ん、私が本当ひまわりとともに、ノアさん、飯テロならぬスイーツテロ、それな、デブカツですよ、デブカツ。にゃんこ先生、夏ポテトうまかった、食べたの。富山さん、美味しそう、もう一度あーもって、じゃあ今度こっちにしよっか。エミさん、お疲れ様です、夏を楽しみましょうって、本当ですね、夏を楽しみましょう皆さんで。いやー、夏っていいですね、本当に。ミーさん、イベお疲れ様でした、1位も2位も知らないけどリーさんが一番間違いない、そんなことないですよ、皆さん素敵な方がたくさんいらっしゃいますよ。ということで皆様、あー、ほらレシピもさっぱり、
味ポンと水1対1で豚肉とゆで卵を、うん、やっぱこしあんと粒あんのやっぱ大きな違いは本当に小豆を楽しもうとするにはあの粒あんの粒々のこの食感がある方はいいですね。でもこうつるっと飲むでもこのこしあんの方が喉越しがつるってしてるんで夏にはちょうどいい。富山さんどれでも似合ってた。ダメダメちゃんと意見のむちゃん浴衣の次は制服着ない。りかこちゃん私もヨッシーにプリンわーしてあげようって。いいですな、いいですな。とかさん絞り昨日の浴衣派、あー昨日のネイミーの絞りですね。ねえみろさん昨日のかな、あ昨日の総絞りですね。皆さん見る目があれが一番高いんですよ昨日のやつが。みろさん浴衣何枚だねって、そうなんです、浴衣浴衣三枚、そっそ寿司三枚だから浴衣三枚なおかつロケ三枚でございまして、もうありがたいことに。ジムさん赤い色味か涼しく見えるから今のも素敵だよって、ありがとうございます。そうこれはね、そうですね確かに涼しげなところはありますね。あノブさんも有松しもりの浴衣、昨日の浴衣に1票入ってますね。おー昨日のが大多数、どうしよう。マスピーさんコトちゃんだったねって、知り合いだったわ。あマスピーさんお知り合いなんですか、そうなんだ、そうコトちゃんでした。そうもうでもコトちゃんは本当に確か女優さんでモデルさん、あ違うかな、わかんない、そうだよね確か、うん、本当に浴衣がどれも似合う浴衣がたくさんあって、ね、いい浴衣ばっかりで、お家がそういう浴衣着る機会が多いのかな、どうなんだろう。 OK さんごちそう散歩何食べるの、まだ内緒ですでも夏っぽいものを食べますよ、なので浴衣着ようかなと思って。あ、みさっちゃんお疲れ様ってありがとうございます。みさっちゃんも忙しいのにわざわざあの来ていただいてありがとうございます。あの本戦は応援に行きます。でもね、なんだっけ、他にも知ってる方が出られてるんで、お二人とも応援できたらいいなっていう感じ。一人しか出れないのかな。ほら、にゃんこ先生、俺は昨日着てた浴衣好きかも。あ、総絞りのあのネイビーのやつですね、やっぱり。富山ゆるさん、ひまわりズーミンやんのだって。そう誰、夏の花はひまわりだけじゃないっていう、んズーミン、今泉ゆいちゃんです、あの元欅坂46のみさっちゃん、りほこちゃんが絶対特別賞、ありがとうございます。だといいな、なんかあさっての水曜日までにご連絡が来るみたいなんで待ってますうん、だあ、昨日食べたんですか、タイミングすごいね、前後ちゃん開けてないじゃん、明日食べた、よろさん、やっぱり浴衣が可愛い。どの浴衣が可愛かった？マリオさん的には。みさちゃん、食感を楽しむつぶあん。わかるって。さすが。さすがとかって。そうなんですよ。本当に。つぶあんの方がね、やっぱり、しっかり残ってるんでね。形の、硬さも。なので、でもね、熱くてね、なんか家帰って、あーってゼリー系がいいなと思った時に水羊羹があると、はっ、嬉しいってなります。ゆうさん、いや夏もいいですけど、リホッチもいいですなーって、ありがとうございます。あ、まさきさん、赤色の浴衣もあるんですかって、あ、赤色の浴衣はあれはね、お借りしたやつというか、お店のやつだったんで、私たちの私物じゃなくて、お店のやつを着させていただいただけで、持ってはいないんですよ。そう結構ね、赤のも可愛かったんですよね、欲しいなーって来てから思いました。そうみさっちゃん、フィッシュボーンしてた浴衣は可愛かったって、あーありがとうございます。どれだったっけ、フィッシュボーンの時、薄いやつだよね、帽子の金魚じゃない、アジサイの花柄のやつだ、ありがとうございます、嬉しい。せいなさん、りほこさんやはり食べてる笑顔が素敵ですねって、では素敵な笑顔を拝ませていただいたので、せいなさんありがとうございます、また来ます、りほこさんルームの皆様応援来てください、本当にありがとうございました。そして本当に、なんだろう、待ってよ、どこ行った、今日のイベントお疲れ様だ、せいなさんたくさんメッセージありがとうございます、本当に、でも本当にもう TGC のイベント応援できてよかったです。またせいなさんがランウェイを歩く姿が見れることを嬉しく思います。前回確か水着とかさ、スパイラルガールだったっけ、確か出てましたよね、次どのブランド着るんですかね、楽しみですね。ミクさんもフォローありがとうございます、皆様ありがとうございます。富山くん、眠い、寝れない、デコ痛し気持ち悪いし、いやそういう時こそ寝た方がいいんだよ多分ね、そうそうそう。マスピーさん、アーピスの応援してたから見てなかったわって、
あ、私のこと、いいだ、それアーピスさん第一優先で大丈夫ですよ、もちろんもちろん。大きいさん、金魚を鼻血出ても大丈夫で、リータに合うけどやっぱり有松絞りかな。ネイビー子、意外とネイビー派が多いですね。やっぱ男性はね、ネイビー系好きな人多いんですよね。みさつちゃん、今日のりょうこちゃん川口春奈似てます、本当にガチで、ありがとうございます。私の髪型の影よ、とか言ってありがとうございます、嬉しい。川口春奈本当ですか、嬉しいですけど、本当に嬉しい。富山君、相葉さん、りょうこ、飯豊山リー似てるって。誰ですか飯豊山リー、知らんの飯豊山、飯豊よ、飯豊よ、飯豊山じゃなくて飯豊山リー、あのあれでしょ、キンプリのこのやつの振られちゃう子でしょ。ジムさん、何を番組で紹介するのかにもよるかもねって。あのごちそう散歩ですか。でも本当に夏系のものなので、もう浴衣にしようとは決めてるんですけど、そう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 、まだね、さすがに何かっていうのを言っていいか分かんないんで、まだちょっと言えないんですけど、そう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 。のりおさん、浴衣三昧、ロケ三昧、デブ三昧、食べ過ぎ注意。それな、それな、だってさ、昨日、おとついもさ、料理番、あ、昨日も料理番組でめっちゃ食べたでしょ。で、今日もこれ、この真夜中に羊羹食べてるでしょ。で、明日もロケでずっと食べるでしょ。食べてばっかだし、そう、ロケばっかだし、浴衣三昧だし、本当にね、ロケも浴衣も着れて嬉しいんですけど、デブだけは気をつけなかん。私も思ってます。りかこちゃん、今年はヨッシーで浴衣着て、夏祭りに行きたいですって。ぜひぜひ2人で浴衣着て浴衣デートしてください。で、多分ね、りかこちゃんの髪でできるかわかんないけど、男の人はね、上目で結んでる方が好きみたい。団子の方がいいって声がめっちゃ多かった、今回の配信やって思ったけど。あいぶさん、浴衣へロケして染みつける。多分ね、染みつかない系のご飯だから大丈夫、大丈夫とか言って。はるくん、さっきなんでカーテンのお菓子をつけていたの。あ、サチ考案。夏ポテト、夏っぽいなと思って。ゆうさん、リホッチ、この夏暑いですから鼻血注意、水泡発で、そうなんですよ、気をつけなきゃ、本当に。どこかへ帰り道は、帰り道は、どこにもしたくなるよ。チョカさん、でもまた染みつける可能性 80% だから、染みが目立たないやつがいいんじゃないって。そんな染み気にしてたら服着れないじゃん。リッチなプータローさん、信号待ち、あ、今帰り道ってことですか。気をつけて帰ってくださいね。帰り道は遠回りをしたくなるよ。です。トメユさん、シングアウトを1日で振り覚えた三木は最強。そう、休業してたからね。あー、なるほどね。で、ミュージックデーのために覚えたね。みーさん、どの浴衣も本当に似合ってたと思うけど、俺は今目の前にいるリータンかな。え、これとか言ってかな。ちょっと待ってよ、これかな、これか昨日のやつが一番多いですね。まさきさん、赤も買っちゃえ買っちゃえって。そんな赤も買っちゃうか、大変だな、お金がなくなる。レイさん、シングアウトやん、いいね、いいよね、だって。いいよね、いいよね、ララ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 。んトメユ、あと、あ、相葉さん、本当はリホコ、イートヨマリエに似てる。あんな細くないよ、私。似てますか？ありがとうございます。嬉しいですけどね。似てるかな？野良さん、リホコの赤、鼻血の赤。待って、もうさ、鼻血出してからだいぶ経つやん。そろそろ鼻血のさ、イメージ消そうよ。ファイブさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。リカコちゃん、ヨッシーが夏といえばリオコさん、リオコ様、リオコ様って言ってます。はい、滑りましたーって。リオコ様とリオコ様。あ、はい。あー、なるほどね。はっとか言って、そういうことか。絶対わかんないなと思って。よくわかったね、すごいね。富山くん、TGC 富山に来るよ、いい豊マリエ。あ、じゃあセイナさん会えるじゃん。へえ。あ、モデルさんなんだね、いい豊マリエさんって。そうだよ。女優だと思ってた。あー、女優兼。剣っていうか、普通にセブンティーンとかですよ。あー、そっち系ね。オケさん、フィッシュボーンの花柄が一番若く見えるよ。でももう十分顔幼いじゃないですか。髪の毛はね、アップにしようと思ってるんですよ。ハッピーさん、僕も写真とかで角度によってはリョウコさん、イートヨマリエさんに似てると思う。どの写真？本当？飯豊まりえさんがあんまりね、思い出せないんだけど、後で調べてみる。
ノアさん、伊藤洋、イートヨ、伊藤洋華堂なら知ってるけど、イートヨマリエさんってなんかあの花より団子だったっけ、なんだっけあれ、なんだっけ、キンプリのさ、花より団子なんだけど、杉崎花バレのドラマの平野翔くんの彼女なんだけど後から振られちゃうやつ、確かとか言って、ノリさん見事な三段活用でした。さあそれな本当にね。ひとかすさん、団子ツインテールも高めがいいよ。嫌です。嫌です。ジムグさん、ヘビメタもやってるからポニーテとツインテール最強説。ベビメタか。ヘビメタってことだ。こういう系ね。それを変え、もじって変えてるのがベビメタなんだから。そうだよね、ごめんなさい。はい、最強説。いや、ツインテールはいいや。ポニーテはいいよ。マスピーさん、浴衣の次は水着で。みんなしてそんなことばっかりやん。水着言ったら何、あれダメなんじゃない、ダメとかはないの。あ、そういうラインライブ水着ダメなんじゃない。そうだダメじゃない。わかんないやってる人見たことない。確かにないね。はるくん、着物って何着持っているの。え、何着わかんない、めっちゃある、たくさんあります、本当にたくさんあります。富山くん、 TGC 富山の時の後の花火大会間違えた、花火大会やった、花火大会すごいんよって。あ、何、キージス富山の後に花火大会があるんですか、富山で。へえ、すごいね、そんななるんだ。それぐらいの時期か。でもあ、そういうこと。レイくん、帰り道もいいって、帰り道はそういいよね。ミキティさん、すごく美人ですねって。ミキティさん、ありがとうございます。ミキティありがとうございます、嬉しいです。こんばんは、来てくれてありがとうございます。リカコちゃん、私団子にしたことないから似合うか自信ない。いや、リカコちゃん何やっても似合うから大丈夫。でも今の長さが短いからちょっと難しい。とかでも可愛いよね。あ、上だけさ、ハーフのさ、上だけ結んで、下はちょっと外羽で、そう下は外羽のハーフアップのお団子、ボブ外羽のちょっとここハーフで、いいよね、それいいよね、可愛いね、それがいい、それにしよう、それにリカちゃんはそれで決定。のりさん、自分はとりあえずリュウコよりお姉ちゃんだな。はい、出たそういうの。OK さん、 OK さんツイッターでリータの浴衣配信の写真チェックが簡単にできます。そう、毎日ね、今日は何の浴衣って書いてくれてるんです。すげー、本当にね、さすが広報大使って感じ。ありがとうございます。ルーノスケさん、今来たよーって、こんばんは、来てくれてありがとうございます。リュウコちゃんファイトーって、ルーノスケさんありがとうございます。頑張ります、いろいろと。OK さん、カリスマモデルが一般人目線でお届けするリホベザーニュース、まもなくです、お見逃しなく。そうですね、もうすぐですね、もうすぐだ、やらなきゃ。ちょっと待って、富山くん、チジシ富山に、アイゾーくんも行きたい。理由が、富山さん、去年の凶悪の DVD 早く欲しい。ダブワンのアンビバレント聞きたい。ダブワン誰だろう、ダブワンって。泣いてること何ゆうのすけさん、乃木坂46の46の斉藤飛鳥ちゃんが好きです。アシュあ、トメさん、ダブランはダブルアンコールです。あ、そういうこと、ダブルアンコール2回目やるんだ。そう、千秋楽は大体ダブルアンコールまでやるんですけど、私だけ何もなかったんです。あ、残念でした。はるくん、あ、そう、晴れのち、花のち晴れ、それ。のりさん、よし、報告はまた気が向いたときに、あ、のりほさん、そうですね、ぜひぜひまたお待ちしてます、報告待ってます。富山さん、ツイッターの情報源で、テチのパネルが3時間並んだらしい。めっちゃ並んでた。ほんとに、列、そこら辺のアトラクションにめちゃくちゃ並んでた。やば。列すんげえだったの。アルガイムさん、伊藤よ、加藤、ボキャブラリー、天国的な意味で。んとか言って。ジムリさん、電撃少女の最初のシーズン出てたよ。あ、電影少女。イートヨさん、イートヨさん、電撃少女。伊藤よ加藤は伊藤よ加藤の文字ですね。アルファユニさんの伊藤バーカボンボン、おやすみって、こんばんは、来てくれてありがとうございます。はるくん、冬に着物着たりするの。え、全然着ますよ、成人式と一緒じゃん。冬はもちろん着ます。あ、冬も着ますよ。あの、初元旦とかに着たりしました。あやこさん、水着配信した子いたよーと。あ、いるんだ。あやばさんは水着配信したら赤バンされる説って書いてる。あやばさん、チジシ富山の広告見てたら誰かがイートヨマリエ似てるなって思ってて、リホコやんって思ってねって。あ、なるほどね。やったー。あやこさん、ってことでリホコさんも、やだよ、やらないよ。誰得それな、顔面崩壊。あと5分でやば。ハピさん、特撮の全体のキュウリュウジャーにもイートヨマリエさんが出た。あ、そうなんだ。
さん、そうなの、配信してた人いたけどって。あ、いるんだ水着。知らんかった、見たことないよ。また基準になんかダメなんだろうね、きっと。ななさん水着ダメじゃ、ダメなんじゃない、よかった着なくて済みそうっていうニコリ笑顔。バレたバレた、確かにバレちゃった。のりさん、はい、お姉ちゃん天気お願いします。あ、はい、いきます。今日は天気、え、今日は天気良かったと思ったら途中で雨がパラパラ降ったりって感じだったんですけど、明日火曜日ですけども、西日本を中心に傘の出番となりそうです。オーマイガー、また雨かよ。強風、あ、雷雨にもご注意してください。ムシムシと不快な暑さのため熱中症に気をつけてくださいと。最近こればっかりですね。関東や東北太平洋側もすっきりしない空が続きそうでございます。日差しが出ることは少なくて少しひんやりしますので、外出の際は羽織るものが必要かな。だけど湿気がジメジメするんで、すっごい過ごしにくい一日みたいでございます。ということで、私は明日ロケなのに雨と戦わなくてはいけないというね、はあ、残念なのに浴衣を着ようとしておりますという中ですけども、一生懸命頑張りたいと思います。皆さんも良い一日を明日もお過ごしください。ということで、スタジオにお返しします。ちょっと待ってよ。あいばさん、水着配信したら赤バンされる説ね、やっぱあるんだあるんだとか言って。待ってよ、ひとかわさん、あ、定期今日のリータンブラジルで見てもなんかかわいそう、イエーイ、ブラジルからこんにちは。はるくん、花のち晴れの松潤の登場した時にツイッターが落ちたらしい。へえ、あ、登場がすごすぎてギャーってこと、てか出てたんだ、知らんかった。のりおさん、定期今日のお姉ちゃんかわいそう、どう名字だよ。あれって花壇のやつなの？花壇のスピン、なんかそのセカンドシーズン的なやつだから。なるほどね。そう、花壇のあの F4 に憧れてきた子たちだから。うーん、 C5 だね、 F なんだっけ、なんとか、はあはあはあ、C5 かな、はあはあ、なるほど。ゆうきさん、お祭りおったら美人すぎて見てまうやつって、あー、ぜひ見てくださいイエーイ。ありがとうございます。ゆきさん、ハートもありがとう。ともゆさん、今日のネプリーグが面白かった。それがね、野球の中継でこっちやってないの、13土曜日なの、土曜日放送が。リアルタイム見たかった。みーさん、ハートありがとう。ジムゲさん、水着に並んでもリスナーを引きつける魅力はすでにマックス説。どうなんでしょうか。水着はさすがにちょっとね、まだ着れる体型じゃないんで出直してきます。ミキティさん、トップから来ましたって、でももう終わってしまった。そうなんです、残りあと2分30秒ぐらいかな、なんですが、ミキティさん来てくれてありがとうございます。ミキティ、ミキティありがとう。オーケーさん、今日は金髪うちは出てこんかったね。今日は浴衣だからちょっとこっちセンスにしてます。トカさん、今日も癒しの時間ありがとうって、また明日も楽しい時間よろしくお願いします。了解です。マスピーさん、水着よりすごい配信してるプラネットオシリスさんっていう人いるよ。何それ、何者、変わったお名前ですね、プラネットオシリスさん。どんな配信なんだろう。ジムメさん、リホコが踊ろうとしないインフルエンサー。あーもう踊らない。あれ大変だもん、本当に。大変だった、覚えるのも。すごいね、血に汗握る感じで覚えたんだよ、あれは。タカさん、今日もリホコさんに会えて幸せでしたって、こちらこそ皆さん、イベント応援していただいてありがとうございました。のりさん、おい、定期お姉ちゃん可愛さで流れたが。あ、一応読んだんだけどね。読んだんだけど流れちゃった。うまい具合に。アルハイムさん、今夜も素敵な浴衣配信、あざーすって、こちらこそ皆様、来ていただいてありがとうございます。ハッピーさん、本当にサポート有能。イェーイ。あ、姉な。はるくん、花のち晴れの松潤かっこよかったよ。1話に、あ、1話に出てくるんだ。へー。オーケーさん、今日も楽しい配信ありがとう。トメヤさんも、アイバさんもありがとう。のりおさん、サーキティー。アイバさんも、ミーさんも、リホイザーありがとうって、こちらこそです。ハッピーさん、ネプリーグ見てないんだ、見てほしい。まさかの回答があったよ、だって。そうだよ、のやさん、お疲れ様って、オケさん、モグティー犬も歩けば棒に当たるが、まさかの下ネタになるっていう。ということで、今日の1位、ジルグリさん、2位、タカさん、3位、タシさん、4位、セイラさん、ノアさんが5位でございます。皆さんも本当に、私が始めたこの浴衣の配信にお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。また明日からも通常配信していきますが、ちょっと明日はですね、明日もちょっとロケがあったりでバタバタしておりまして、配信時間が遅くなったりとか、短くなったりすることもあるかもしれないんですけども、皆様これからもぜひぜひ見ていただけたら嬉しいです。もうすぐ2000人。あら、本当だ、気づいたらそんなに。ありがとうございます、嬉しい。ねぬけいさんも、ノアさんもありがとう。のりおさんも、あいこさんもありがとうございます。ハッピーさんも、ジムリさんもありがとうございます。ということで、皆様、今日もたくさん応援いただきありがとうございました。これからもよろしくお願いします。またね、バイバイ。